ミラティナの耐久が生きるかもしんねえな。もう麻痺はやめてくれ。ちょっと待って、これ以上運用とはもう無理だ。まだまだ諦めねえ。諦めないことが大事。海洋ガタシアンもやばいけど、白旗やっぱ緊張感ある。使われると特性通りだな。特性通り緊張感俺は味わってるから。馬から降りて馬だけになるとS30。なんでだ、なんで降りると遅くなるんだ。超能力でかちょっと早くしてんのかな。あ、ハレパだ。そしてパルキア、パルルルーがいるね。パルキアか。パルキアはね、弱い弱い言われてますけどね、通った時はやっぱいい性能してるな、技範囲といい。そしてギラティアは勝てないんですよね、パルキアに映画では勝ってたけど、いや映画で勝ったってか、そもそも映画で戦ってないか。戦ってたらディアルガか。悩む。いや、そうしよう。お願いします。楽園の支配者と密林の支配者、なるほど、そういう感じ。ライマキルならどっちなんだろうね。ヒデリーバナだよね。でもライマキルならって勝手に思ってるんだけど、どうなんだろう。下げるか。ただパルキエがきつくなるんだよな。ブリエルでも逃亡してもよかったかもしれんなっていう。頑張れギラティア。この感じバナには不利じゃなさそうだけど、いやだからバナで大魔しもないんだけど、ブラードン大魔だったらちょっときついか。はーい、眠り粉でした。そういうことか。起きろ。なるほどね、眠り粉があったな。それでもやるしかねえ。これもう一体も眠りごなされる大変なんだけど、まあ、起きてくれればいい話。眠りごなはすぐ起きれる眠りだもんね。俺の運次第とか。ダイヤシット、起きてくれ頼む。ボルト起きろ、起きろ、起きろ。いや起きない、お願いしますよ、起きてくださいよ。俺起きなかったらもうきついな。シーバナに蹂躙されるぞ。そうね、まあ脳死のために削っとくか。起きてくれ頼む。パルキア来た。パルキア交代別に悪くないんだけど、軽く上がるねパルキアも。起きてくれ、お願いします。ここで起きないとやばいです。俺ほんとこういう運がないのよね。麻痺もらうと全然浮かんし、眠りもらうと絶対最長眠りするからな。これはきつい。大魔がなくなっちまった。いけー、ナイス、さすが。いやいや、大地持ってる、絶えないよね。まだある。でも諦めるな、諦めるにはまだ早い。諦めたらダメだ。なんでもね、とりあえずギラティナに頑張ってもらうしかないってことですね。突っ込めた。ああランド持ってんのか。じゃあ無理だな、威嚇入れられるからな。きついな、こっから威嚇入れられたらもう無理だな。
ドゴンはお役目ごめんかな。まだ行くぞ。でもまだ可能性ある。いや、ないか。幸いなのがグラードンが火傷してることなんだよ。頼む、倒せ。威嚇もらってるけど頑張れ。ナイス。これでこれ以上威嚇もらわない。いいよ、ナイスよ。頑張ったよ。俺はこっから詰めるぞ。諦めねえ、気持ち大事。あ、ひるみも僕弱いんですよね。ナイス。さて、どっちから仕留めるか。あ、麻痺もちょっとやばいんですよね、僕。怖すぎ。俺はこっから勝つからな。見とけ。こっちの方が早い。あれ？同速ってこと？ランドと。それはいいね。同速だったら、ランドが先にここ動いてくれれば、無駄になるし。あ、てかここはあれだな、シャドウダイブミスったな。オーケーオーケーオーケー、こういうこと。うい、ミラティナの耐久が生きるかもしんねえな。もう麻痺はやめてくれ。ちょっと待って、これ以上運要素はもう無理だ。これ以上運要素絡まるともう無理だ。きつすぎる、やめてくれ。さっきのシャドウダイブ見てたな。守るだな。定数ダメージ稼がない。 OK。 ここで次ランドやれるな。マヒルミがなければね。いやでもこれマヒなかったらいけると思うんだけどな。割といけてる試合だと思うけど、麻痺がきついね。麻痺るみを突破しないといけない。動け。あはは、俺ほんと運要素弱いからな。ういっ、まだまだ諦めねえ。諦めないことが大事。はい、絶望の木の実がありました。いやだからこそシャドウダイブしたかったんだよな。あそこのシャドウダイブできなかったのがきつかったね。動いてくれ、頼む。もう遅いからな。あ、ラッキー。それはラッキー。ただ麻痺があるから、シャドウダイブそう考えるとかなりきついな。どっかで麻痺る可能性あるからな。頼む。ここまでマイナスの運要素めっちゃもらってるから、どっかで長寿合わせ、急所、長寿合わせの急所来てくれたら全然大丈夫。お願いします、神様、運命の女神様。お、実はね、守るは意味ないんですよ。おい、運命の女神様よ。逆逆、やってること逆ですよ、さっきから逆なんすよ。こっち側にちょっと傾いてくれないともう無理なんすよ、この状況下。ちょっとでも傾いてくれたらあるんだよ。もうちょいねえ。こっちに傾いてくれればあるんだよ。お願いします。1ミリでも優しさをください、運命の女神様。お願いします。いけそうなんですよ、実際。かなりミラティナ頑張ってる。あとあなたがちょっとこう傾けてくれるだけでいい。俺に傾ける、俺にその運を傾ける必要ない。それはいい。平行に戻してくれればいい、せめて。
完全にダメだ。ダメだ、完全にこっちに来てるわ。運に見放されてるさ。俺これあれだよ、眠りで最長眠りを した後にこれだからね。この傾き具合だからな、やばいよな。もうこれでいくしかない。シャドウダイブして余裕ないわ。はなからこれでいけばよかったかもしれんけど、こっちさえ倒せばどうにかなる。外れんねー、今のあたりもクソ当たるんだよな。どっから外れてくれればって感じなんだけど、死なないか。いや俺は諦めねえぞ、まだいける。このターン、次のターン紛らわなければそれでいい。 OK、俺はどんなに運でやられても覆す。俺はそれを覆していく。見たか、これが俺のギラティナだ。どんだけ運ゲーされようが負けねえ。勝ったー、危なかったー。あー違う、ボルトが3ターン眠らされてから何もできなかった時終わったと思ったけど、いけたな。オッケー、これがギラティナの力だ。いや本当に運ゲー弱いな俺。紛らなければあるよって言った瞬間に紛るし、ひるまなきゃ大丈夫だよって言ったらひるむし。こんな状況でもやっぱね勝ってかないとな。